3作前にちょっとこっちも回収しておこうかな。結構みんな溜まってるのよね。エーデルちゃん、またしかめっ面してるわよ。せっかくの可愛いお顔にシワが寄っちゃうわ。ほら、笑顔笑顔。キャワー。ドロテアね、ありがとう。少し考え事をしていたの。やらなければいけないことが多すぎて頭が痛くなってくる。本当にテートの貴族連中には役に立たないものが多いから。私が皇帝になった暁には平民だろうと何だろうと使えるものは取り立ててやるわ。平民だろうと何だろうとねえ、そんなことできるのかしら。でもそれはさ、ドロテアちゃんも望んでることだよね。私だって貴族なんてなくなってしまえばいいと思うけれど、うん、できるできないではないわ。やって、うまくいかせるのよ、うんうんうん、貴族が生まれてからたった1200年、その前には貴族なんていなかったのだから。いや、エガちゃんはやっちゃうでしょうね。1200年前がたったね。エーデルちゃんの言うことはいつも途方もないわ。あー、なんかこう見てるビジョンが違うというか、遠すぎてちょっと想像できない感じかな。でもさ、今同じ時を過ごしてるわけじゃん、エガちゃんとドロテアちゃんはね。でもそれを実現しちゃうのよね。本当に歌劇の登場人物みたい。うん、歌劇の登場人物ね。もし後世に私が主役の歌劇が作られたら、どんな風に描かれるのかしら。あー、まずフェル君への態度のところは描かれないと思うな。帝国の歴史を塗り替えた革命児、または行き過ぎた改革を断行した愚帝。後者に関しては他ルートで見てるから、なんか、複雑な感情。随分と物騒だけれど、歌劇の主題としては素敵ね。血湧き肉踊る活劇になるかしら、それとも重い政治の密室劇かしら。あー、エーデルガルト、その足元は血にまみれようとも、神戸には輝かしき冠、その手には凱旋の旗。ドロテア、そこまで。少し待って待って待って。いいえ、かなり気恥ずかしいわ。やだ、ちょっと見て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 、これ、ほっぺほっぺほっぺ、うわうわ、あー、かわいい。え、エガちゃんのこんな顔、え、初めて見たんじゃないかな。やだ、いいのよ、先生の前でもそういう顔しても。まだちょっとあれかな、進行が足りないのかな。え、かわいいかわいいかわいい。え、めっちゃかわいい。もし私の歌劇ができるとしても、ずっと先であることを願いましょう。いやー、照れてるのね、照れてるのね、照れてるガルト。やだ。はあ、ありがとう、エガちゃんとドロテアちゃんの支援会話ありがとう。で、次はヒュー君ね。ヒュー君めっちゃいろんな人とフラグ立ててる。怖っ。まあ、フェル君行こうか。うむ。この考えを披露すればエーデルガルトを出し抜けるかも。フェルディナント殿はまたそれですか。うおぉ、ヒューベルトか。気配を消して話しかけないでくれたまえ。ねえ、この BGM 何？よからぬことを企んでいるから私に気づけないのではないですか。いや、フェル君はね、純粋な子だから、そういう気配を読むとかね、空気を読むとかできないんです。よからぬことなどとんでもない、私には重要なことだ。うん。おお、エーデルガルト様をやり込めるのが、それはまた随分とくだらない重大事ですな。うるさいな。いくらでも他にすることがあるというのに、貴族の中の貴族が
聞いて呆れますよ。なんかそんなちょっとさ小バカにしたようなこと言ってるけど、君が好き嫌い多いこと先生知ってるんだからね。こっちだってね、あのヒューベルトの好き嫌いが多すぎてね、呆れてるんだからね。はい君のような貴族よりは健全さ。そうだ、言ったれ言ったれ。口を開けばいつもエーデルガルト様。君には主体性というものがないのか。あ、この二人の支援会は初めて見たけど、あれね、なんか結構バチバチしてるのね。ただ主に尻尾を振り、主に意を唱えず、主の後をついて回り、主に心を砕くばかり。それも立派な仕事よ。私を非難する前に己の生き方をどうにかすべきではないかね。うわ、言うね。まだ私がなんか好き嫌い多いのバーカバーカって言ってる方がさ可愛いよね。おお、ただのたわごとも貴殿に口にするといつもの何倍も耳障りになりますな。仲良くしてよ。このクラスはみんな仲良くっていうのがもうクラスのテーマなんだから。何度も言いますが、我が主は公女殿下で、貴殿は最小の子息に過ぎない。分かっていると。しかし上の者を諌め道を正さんとするのは下の者の務めだ。私はいつだってその心構えでいるし、そのために彼女よりも優れた考え、優れた方法を探しているのだ。フェル君はすごいエガちゃんより優秀だってことを証明したがってるけど、決してあの皇帝になりたいみたいな感じではないのよね。その行いをくだらないと断ずるとは、君の従者としての器もそこが知れるな。貴殿の下はまるで水車のようにペラペラと回りますな。なんだ、うまいこと言ったつもりか。なんだその自信満々の顔は。別にうまくないからね、座布団もあげないし。そしてただ上から下へ流れていく上っ面のゴンゲのような男ですよ。あー、もうカスパル君呼ぶ。カスパル君いてくれればさ、ここの空気なんとかなるんじゃないの。これ以上の話は無意味だ。私は引き上げさせてもらいましょう。ちゃんと支援会話の最初だからさ、こんな感じだけど、ちゃんと仲良くなる。大丈夫。こちらこそ、君と話すことは何もない。さっさと言ってくれ。いや、仲良くしてよ。学級会開こうか。二人が喧嘩してますって。仲良くして。まったく、我が主も相変わらず無茶がお好きだ。私がこうして。あら、ヒュー君、こんなとこで何してるんですか。気にするほどのことはありませんよ。ただの雑務です。雑務ねえ、どうせエーデルちゃん絡みでしょう。無論です。それが何か。それが何か。あなたって本当にエーデルちゃんのことばっかり考えてるのね。まあそれが務めですからね。いくら好かれるためでもやりすぎると嫌われちゃうんじゃないかしら。好かれるためではありませんよ。私はエーデルガルト様の従者、主のためを考えて行動しているだけで、皇后になど関心はありません。あくまで執事ですからみたいな。ふーん、本当かしらね。そんな風には見えませんけど。いや、ドロテアちゃんなんかあれだね。ちゃんはさ、すごい大人っぽいというかね、視野が広い感じするけど、ヒュー君とエガちゃんのことに関してはなんかクソ恋愛脳みたいなこと言うね。そういうことばっかりじゃないと思うな。エーデルちゃんについてもらえるならどんな命令でも聞いちゃうんじゃない。なんかレディコミの読みすぎじゃない。どんな命令でも。とんでもありませんな。我が主の命であろうと、主自身の理にならないと判断すれば背きますとも。いや、これをさ、フェル君の支援会話の時に言いなさいよって感じだよね。本当かしらね。じゃあ例えば
誰か適当な女と結婚しろって命令されたらどうするんです？それがエーデルガルト様にとって利となるならば結婚するでしょうな。なんかそういうさ、なんかお見合い結婚とか、ま、ビジネスで結婚とかさ、そっから始まるみたいな漫画好きなんだよね。あ、アリー、キュウ君アリよ。信じられないわ。そんなこと言っていざとなったらできないんでしょ。いや、ヒュー君はやりますよ。信じてもらう必要などありませんよ。わ、冷たい。我が望みは主が大望を果たされること。他のすべてはサジに過ぎません。サジ、サジ来たよ。ジュナオか。まるで過激のセリフみたい。私には理解できなさそうね。理解してもらう必要もまたありません。私は主に命すら捧げられるのです。すべてを投げ打ってでも支えたい、そう思える主はあなたにはいないかと。今はいないけど、いつかはできるかもしれませんよ。ではその出会いを待つとしますか。それまでは我々は理解し合えぬでしょう。まあ無理にね、理解し合う必要もないんじゃないかな。私は仕事がありますので、これで。そんなことを言われると意地でも理解してみたくなるんですけど。いや、これが少女漫画だったらキュウ君とドロテアちゃん始まってるな。先生、これ甘酸っぱい匂いに引き寄せられてガラッてしちゃう感じだよ。どなたって。リンハルトだよ。ここで何をしてるの？何をって、ええです。邪魔ですよね。帰ります、帰りますから。いや、邪魔だなんて言ってないけど、僕は本を読みに来ただけだよ。これ覚えてる。いや、リンハルト君、いや、リンハルト君ね、本当怖い子なのよ。あ、うわ、ベルちゃん逃げて。つまり静かにするし、動かないから互いに邪魔には。いや、もう好きにして。帰りたいなら帰ればいいよ。帰りたいわけじゃないですし。いや、その帰ってやるもんですか。いや、リンハルト君なんかこうね、人の心理をさ、なんていうの、操るのうまいよね。相手にさ、選択権を与えてるふりして操作してる感じだよね。いや、怖い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 。そういえば君って普段引きこもってるよね。顔をそらしてる。誰もそこまで言ってないよ。怒ってますか？怒ってますよね。すぐに片付けて引きこもります。別に怒ってないって。むしろ僕は君に憧れを抱いてる。出たよこれ、そういうことすぐ言う。もう先生、これリンハルト君さ、指導室に呼び出した方がいいんじゃないかな。ちょっと教育的指導が必要じゃない？僕だって君のように引きこもって一日中外に出ずに過ごしたいわけだよ。それはね、先生の中の人もね、同意だね。あんまり外出たくないもんね。でもそれだと研究ができないから、とても悩ましくてね。憧れ？私に？さては何か企んでいるでしょう。ベルちゃんのこの左右の顔めっちゃかわいい。ベルの真似をしてベルになり変わり、最後には亡き者にする気ですね。なんだろう、あのなんかの読みすぎだね。そんなことさせませんから。力の限り抵抗しますもん。いや、そんな気は全然。もうめんどくさいからそれでいいよ。諦めないで。助けて、命だけはご勘弁を。
助言、再度願うします。ペトラちゃんもそのままそいつのことを切ってしまってくれ。あ、怖い怖い怖い。そうだね、うまく伝えられればいいんだけど、君たまに槍を大きく振り下ろすよね。その前にぐっと振りかぶるときに力が殺されてて止まっちゃって、振り下ろすときに無駄があるというか。振りかぶる、どのように。無駄減らす、私望みます。腕の動かし方の問題だと思うんだよね。槍の軌跡と筋肉の伸縮を計算して。何言ってるか分かんない。軌跡、伸縮、計算。あなたの説明難解です。やはり実演頼みます。早く見せる、私学びたいです。いや、だから実演は。いや、これあれかい、アプローチ方法ちょっと間違っちゃったんじゃない。まあ、なんか思いついたら言うから、今日は僕はもう戻るよ。誰かれ構わず口説くからそういうことになる。リンハルト、いつも言うだけ、私見返します。ピトラちゃん、それはもう彼の術中ではなくって。あ、もういいっていいって。やだ、怖いよ。パスカル君、ちょうどよかったわ。頼みがあるの。なんだよ改まって。俺にできることなら何でもやるぜ。めっちゃいい人。ありがとう。それじゃあ私の部屋に来てくれるかしら。先生もいいかな、一緒にね。寮の部屋か、何の頼みなんだろう。次はあの棚を持ち上げてくれるかしら。裏側にホコリが溜まっているはずよ。まだやんのか。つーか寮なんだからここまで掃除しなくていいだろう。めちゃめちゃ使いっぱしりじゃん。何言ってるの。次に使う人が気持ちよく使えるように綺麗に保っておかなくちゃ。かわいい、優しい。あの部屋が終わったらあなたの部屋も一緒に掃除しましょうか。待って、ドロテアちゃん、カスパル君に優しくするのはいいんだけど、クラスのみんなが仲良くしてくれるのはさ、先生としても嬉しいんだけど、その人ね、ドロテアちゃんのあれで汗拭いてたよ。聞こえてないか。まあいっかいっか。勘弁してくれよ、訓練する暇がなくなっちまうじゃねえか。あ、そういえば私も出かける約束があるんだったわ。今日の相手は顔も家柄もそこそこだから、ちょっと気合を入れて臨まないと。ねえ、ドロテアちゃんは婚活を頑張ってるもんね。しかしお前、いつもいつも男と出かけててよく飽きねえな。飽きるわよ、でも将来のためだものね。俺の訓練みたいなもんってことか。なら仕方ねえな。私のやってることがあなたの訓練と同じだって言いたいの。まあ努力してるという点で言えば同じよね。そうだよ、何かおかしいか。俺は貴族とはいえ次男だし、武勲を得なきゃ将来何にもなれないかもしれん。だから戦場で活躍できるように毎日欠かさず訓練してる。お前の場合は平民だし財産もないから、将来のためにいい相手を探してるんだろ。なんか思いのほか理解が早いな。そこには何の違いもないって俺は思うんだけどな。そうね、みんながそう思ってくれればね。じゃあカスパル君、将来のためにそれぞれ頑張りましょう。お互いいい結果を残せるといいな。いいな、この二人も。お花みたいに話しかけてこなきゃ怖くないんだけどな。あら、エルちゃん何してるのかしら。貴族のみんなは怖いからな。あ、でも
平民の出の人は、はあ、聞かれてるよ。ドロテアさんとか素敵なんだけどな。人気者だし、キラキラしてるし。陽キャってことね。いや、陰キャのベルちゃんにはちょっとハードル高いね。わかるよ。けど、私なんかが仲良くできるわけがないっていうか。でも意外とさ、陽キャとか、まあ、ギャルの人とかさ、いい人だったりするよね。私が仲良くしてる人もう全然パンピーだったりリア充だったり、もうめちゃめちゃギャルだったりする人いるけど、結構ね、あの私の趣味に対して理解があるというか、そっとしておいてくれる人が多いんだよね。どうしたの？ドロテアさん、今の聞いてた？バッチリ聞いてました。仲良くできるとかどうとかって、もしかして気になる人がいるの？あの奥手のベルちゃんがね、なんだか嬉しくなっちゃうわ。誰誰？恋愛能だな。ドロテアさんとお近づきになりたいなと思って。いや、つまりさ、ドロテアちゃんとベルちゃんのこの2人からねしか、あの摂取できない栄養素があるって言いたいんですよ。かわいいな。あら、私と男じゃなかったのね。でもなんで、そもそも近づく必要があるほど疎遠だったかしら。私たち陽キャってそういうこと言うのよね。そんなんじゃないけど、私怖がりだし、なかなか友達が。わかるよベルちゃん、もうめちゃめちゃわかる。わかり哲也。でもドロテアさんと仲良くできたらいいなって思うんだけど。待ってくれ、めちゃめちゃベルちゃん可愛いぞ。いや、あのさ、ヒギャーとかさ、キャーとかさ言ってるのが多いけど、こうやってなんかちゃんと自分の思ってることをね素直に口にした時の可愛さよ、もう100点あげる。ちょっと、あの過去の思い出がベルを邪魔するっていうか。あー、はい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 、まあ多分今後明かされると思うから言わないけど、そうなのよね。一体どうしちゃったのベルちゃん。私ならいつでも大歓迎よ。とっくに友達だと思ってるしね、私たち。陽キャ、陽キャ、うわ、陽キャだ。やっぱり無理です。これ以上仲良くなったら。だったらどうすんの？お父様が、お父様が。いやー、あー、待って、お父様。あれ、ベルちゃんのあれってもしかしてドロテアちゃんので明かされるのか。どうだったっけ、ちょっとその辺曖昧だな。それにしても長いことブリギットに戻ってないのよね、あなた。ふるさとが懐かしくなったりしない？例えば料理の味付けとか。あります。しかし叶うできません。材料、こだわり、何もかも違います。そっか、もう日本に来てる外国人の人とかもそういうのあったりするのかな。そうよね、ブリギット料理なんて食堂じゃ出ないものね。うん、他にも想像もつかない苦労がありそうね。遠い地で頑張るってことは。そうだ、今度私が料理を作ってあげる。似た材料を使ってなんとか。難しいと思うな。まずお願いします。ドロテア、気持ちだけ嬉しいです。しかしあなた料理の腕壊滅的、生産と聞きました。散々な言われようだな。
ポイズンクッキングでもするの？壊滅的で生産。誰が言ったのよ。もう料理は苦手だけど調理なら。え、料理と調理って何が違うの？私気持ちだけ本当十分です。満足でした、うん、なんか言い方が引っかかるけど、まあいいわ。それじゃあ他のことであなたの苦労を解消させてあげられないかしら。あの支援会話だからそうなんだけどさ、なんでこんなに構うの？体中を揉んであげましょうか。いつも熱心に鍛錬してるものね。先生マッサージお願いできませんか？あの肩とかめちゃめちゃ凝ってるんですけど。いえ構わない、問題ありません。体ちゃんと自分ほぐします。めちゃめちゃ釣れないじゃんペトラちゃん、ちょろくないな。そう？ならあなたがぐっすり眠れるようにとっておきの子守歌を。それ私が歌ってもらいたいよ。心配いるないです。私寝つき良い思います。なんかここまで振られるとめっちゃ面白いな。遠慮しなくていいのよペトラちゃん、私たちの仲じゃない。やだ、これちょっとユリの香りかな。これはスンスンユリの香りかな。これ何かあったら言ってね。私ちょっと用事を片付けてくるから。さっきからさ、ドロテアちゃんの声のトーンがなんだよ、ドキドキしちゃう。え、どこ行くの？ドロテア少し近いです。鼓動早まります。マジでユリの香り、いいぞ。あり